朝顔は、源氏物語五十四条の巻名の一つ。第二十条。巻名は、光源氏と朝顔の歌、三しおりのつゆ忘られぬ朝顔の花の盛りは杉やし、ぬらんを呼び、秋果てて、どの間がきに結ぼうほれあるかな気かに移る朝顔による。朝顔が、むくげの故障でもあることから、稀に、金と表記されることがある。この巻のヒロインともなっている。 作中人物の通称、当園式部境遇の姫君、後日、源氏物語絵巻朝佐川光源氏と紫の上が、雪遊びをする道場を眺めている、光源氏32歳の秋から、冬の話。富士坪の死去と同じ頃、源氏の叔父である桃園式部境遇が死去したので、その娘、朝顔は、鴨モ院を退いて、屋敷に籠もっていた。 若い頃から朝顔に執着していた源氏は、朝顔と同居する、おば女子の宮の見舞いにかこつけ頻繁に桃園邸を、尋ね、紫の上を不安にさせる。朝顔も源氏に好意を抱いていたが、源氏と深い仲になれば、六条を見やすどころと同じく、不幸になろうと恐れて、源氏を拒んだ。朝顔への思いを諦めた源氏は、雪の夜、紫の上を慰めつつ、 これまでの女性のことを話して、過去を振り返る。その夜、源氏の夢に、藤坪が現れ、罪が知れて苦しんでいると言って、源氏を恨んだ。翌日、源氏は、藤坪のために密かに供養を行い、来世では共にと願った。霧坪三の弟、桃園式部境遇の姫君で、光る源氏のいとこにあたる。名前は、源氏から、 朝顔の花を添えた和歌を贈られたという、母木々や、朝顔の逸話から来ており、そこから朝、朝顔の姫君、朝顔の祭典、金姫君、金祭典などの呼び名がある。五十四条中、母木々から、和歌名まで登場。源氏が若い頃から熱を上げていた女君の一人で、後期の出自のため制裁候補に、幾度か名前が上がり、制裁格の紫の上の立場を脅かした。 姫君自身も源氏に好意を寄せているが、源氏の恋愛遍歴と彼と付き合った女君たちの、天末を知るにつけつまになろうとまでは思わず、源氏の求愛を拒み続けて、プラトニックな関係を保ち、檻に触れて頼りを交わす風流な友情に終始した。須作帝時代から参院を長く続けたため根気を逃し、そのまま独身を貫き通して出家、物語の表舞台から消える。 ありがとうございます。